では早速デザインをしていきます。今回はピンクのグラデーションをした指に 3D のお花を乗せていきますので、 3D は基本的に立体が特徴のものなので、 3D は基本的に最後に作っていきます。なのでまずはじめに白のグラデーションの指とピンクのグラデーションの指を分けて作っていきます。で今回は薬指をピンクのグラデーションで 3D のお花にしたいと思います。でグラデーションのやり方は前にご説明させていただいたので、今回は 3D を中心にご説明していくので、グラデーションの細かい説明は省略させていただきます。まず白のグラデーションから作っていきます。交換させます。同じように他の指も白のグラデーションをまず作ってしまいます。
はい、このように白のグラデーションを作ります。次に 3D の花を乗せる薬指にピンクのグラデーション、また親指にもピンクのグラデーションにしていきます。はい、このようにピンクのグラデーションと白のグラデーションを仕上げます。で、次に白のグラデーションの指にストーンをのせます。のせたいところにクリアのジェル、のりジェルを塗っていただいて、今回も根元に固めるような感覚でストーンをのせます。
このように根元のあたりに固めておいて動かさせます。これで 3D 以外のデザインはこれで完成です。で、先ほどご説明したように 3D は基本的に立体が特徴のものになりますので、ここでもうトップのジェルでコーティングして仕上げの状態まで持っていきます。トップのジェルを塗っていきます。これでトップコートをかぶせました。で、未硬化ジェルを拭き取っていただいて形を整えるところまで仕上げていきます。ここまでトップコートをかぶせて形を整えて最後の段階まで仕上げていきます。